こんばんばは神社ガイド少なちきですで本日もご覧いただきありがとうございます。えっと前回の YouTube「自分とつながった後で神様とつながれる」の続きになります。もしまだご覧にな,らなっていない方は概要欄にリンクを貼りましたので。 そちらを先にご覧になってからまた戻ってきてください。さて、前回の YouTube、自分とつながった後で神様ともつながれる。では、まず自己需要というお話をしました。自己需要とは、どんな自分でも OK という自己評価のことです。白の自分も黒の自分も グレーの自分も受け入れてるってことです。シンプルに言えば、自分のことを無条件で愛せているということです。この実行需要ができた時に、自分とつながれる、自分の本質とずれなく一致している状態です。この状態でなければ、神様とつながることはできません。 神様を感知できないからです。そして前回の動画では自己需要のベースは親からの無償の愛を得られるかどうかが大きく占めてくるケースが多いということもお話ししました。とはいえ十分な大人になったなら自分の世話癒されてない部分や満たされず消化不良になっている感情 は、ご自分でケアしてリカバリーしていく必要があるということもお話ししました。今、いろんな自分を癒す方法がありますし、もし必要でしたら私もお手伝いできます。心理専門誌なのでね。で、ここは実は大切なことがあります。えっとですね、よく、 そんな親でも許しなさいとか、どんな親にも感謝しなさいなどとよく言われます。そしてそれができない自分に苦しむケースがあります。あのね、これ、気にしなくていいですからね。これね、順番が違うんですよ。あの、まず親に感謝とか親を許すとかじゃなくて、 違うの順番が。まず自分なんです。自分が満たされて癒されて幸せを体験できるようになってくると何の努力をせずとも親に自然と感謝できるようになります。親だけでなくあなたに理不尽なことをしてあなたの心に怪我を負わせた誰かのことにも感謝できるようになります。 そして、感謝が湧いてくるようになると、ほぼ許すは目の前です。目の前ですが、なかなか手が届かなかったりします。<laughs> でも、これも気にしなくていいです。自然とその時、許せる時が訪れるのを待ちましょう。そもそもね、感謝しようとか、許そうっていう行動は、佐能の動きなんです。何かと、 感謝すべき理由や許す理由を見つけ出して、左脳があなたの癒されてないインナーチャイルド、傷ついたハート、傷ついた感情を説得しようとしているんです。だから無理な話なんです。本当の感謝と本当の許しはハートから生まれてきます。それは理屈抜きで 恋に落ちてしまうように、ふと気づけば好きになっていたみたいに感謝に落ちています。ふと気づけば許せています。という風になります。だからまず自分のことだけに集中しましょう。あなたのするべきことは自己重要。自分を愛することだけで、 他の人を需要しようと頑張る必要はないです。それらはセットになっています。なので、自己需要ができたら勝手に親のことも誰かのことも許せる自分に仕上がっています。だから、親のみならず誰か、何かあなたにひどいことをしたあいつを 許す努力はせず、ただひたすらに自己需要を極めましょう。さて、自分を愛することができると、実は神様と近しくなってきます。自分を愛するという周波数。どんな自分も OK と需要する周波数。この周波数ってとっても高い周波数なんです。 そして神様ってこの愛の領域の周波数の存在なので、オール家の周波数が神様の領域の周波数です。なので、いつも自分のハートが自分への愛で満たされていると、神様のエネルギーを感知したり、 神様があなたに伝えてきてることも直感でキャッチできるようになります。神様に愛されてるって実感できます。とは言っても私たちが気づいていなかっただけで神様はいつだって私たちが生まれた時からずっと休むことなく私たちを愛してくれていました。ただ自分を 心底から愛せていないとき、恐れや不安につかまっているときは、神様の愛を体感できません。そんなとき私たちはとても孤独を感じたりします。辛いときや誰かと離別したときなど、宇宙で自分はたった一人のように感じることもあります。誰も自分を気にしてくれている人はおらず、 誰一人自分の味方はいないような。ですが、そんな時も、どんな時も、神様は、あなたから一時も、目も、気持ちも、愛情も、話すことはありません。めっちゃあなたをがんみしています。温かい眼差しで、 見守ってくれています。でも、どの神様が私の神様と思われた方は、この2つ前の動画、あなたが行くべき神社という動画をご覧ください。こちらも概要欄に貼っておきますね。結論から言うと、あなたが行くべき神社は、あなたの守護神が 祀られている神社ですあなたの守護神はあなた自身によって分かります。そのことをあなたが行くべき神社の動画では述べてますのでご覧になってご自分で調べてくださいね。さて次の動画ではあなたの神様が分かってります。 その神様の得意な分野があなたの天命にリンクしてますよってお話をします。続けてご覧ください。チャンネル登録しておくと便利です。ということで、少なちあきでした。今日もありがとうございました。ごきげんよう。いやさか